最近あったきらめいたことは、4人で食べたラーメン。小山桃代です。皆さんこんばんは、黒木ほのかです。二人揃ってサンドリオン。それ何？いやー私ドキドキかと思った。ドキはい、この番組は声の力で世界にきらめきをコンセプトに活動中の私たちサンドリオンがパーソナリティを務める文化放送では初の冠レギュラーラジオ番組です。番組76回目。ナム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 。今週と来週は小山桃代と黒木ほのかが担当しますが、そうです。ほのが2ヶ月ぶりの登場だって。お久しぶりです。覚えてますか？私ですよ。あー黒木さん悲しい。覚えてます、もちろんです。ちょっとね、久々になっちゃったんですけど、うん、そのね、そのドキドキだったんですけどね。思えちゃう、はいはいはい、まあでもね、うん、あの見知った仲なんで、全然大丈夫かと思います。やっほー、今日もよろしくお願いします。きらめいてんじゃん。きらめいてる。そう、4人でラーメンを食べたんですよ。っていうのも、あの先日あの30回目のドリステってサンドリオンの定期ライブあったんですけど、あの30回目なので、タイトルはサンドリオンステージ、これって味噌汁ってことっていうタイトルにさせていただいたんですけども、はい、なんどういう意味なみたいな、まあ、30からもう味噌汁ってただ取っただけで30年もやってないんですけど私たち。でもさ、ファンの方にね、ちょうど味噌汁ですっていう方がちらほらいらっしゃって、いたいた、すごい喜んでましたよ、ね、あ僕たち私たちのことそうそうって、ね、ことっつって、ね、そんな感じだったんですけど、そのドリステライブが終わってまあまあいい時間ですよ、割と夜ですね。夜まだ終わって、まあ特典会、ライブがあって特典会があったので、ちょっと遅くなって、でちょっとね、今日もよかった、いいライブだったねとか言って、楽屋でちょっとまったりしながら差し入れでいただいたミスドを食べ、ドーナツをね、みんなうめえなうめえなって食べた後に、なんかアミちゃんがね、その日なんか、なんかみんなご飯食べたいなみたいな言ってたね。言ってて、あそうみたいな、3人ともあそうみたいな、そうでもないさ。で誰かが、誰かね、ラーメンだったら食べたいみたいな言ったの。アスカかな。ラーメンだったら今のお腹でもいけるよ、いけるかもみたいな。うんうん、たら、もうラーメンだったら、ラーメンだったらみたいな言って、うん、4人で夜のね渋谷をちょっとね歩き回りましたね。うん、行きたいお店がや、あの並んでて入れなくて、まあ、一覧だったんですけど一覧食いてってなって、一覧行って並んでて、もう一店舗の一覧行って並んでて入れなくて、もうじゃあ歩いて出会ったラーメン屋に入ろうって、うん、一番最初に出会ったね、空いてるラーメン屋さんに行きました。4人で横並びでラーメン食べましたけど、美味しかったな。美味しかったね。なんか、やっぱ汗かいてすごい、ね、塩分を放出してたのかな、しちゃったからね、そう、味濃いラーメン屋さんで助かりました。みんなで補給して、その次の日もあのブルーレイのリリーベだったんですけど、見事に4人とも目をパンパンにむくませて、そうマジで ラーメンの目、そうで、もう自撮りね、漏れない漏れない漏れないっつってね、あのもう撮るのやめましたね。そうでもなんか、なんか誰々に比べてなんか今日目腫れてるなとかじゃなくて、全員目腫れてるから、そう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 、まあ別にコンディション的にはね、まあまあ悪くない、バランスは取れてたよねっていう、そう、まあちょっと ね楽しかったね。ダイエットしてたんだけど、もいちゃんね、そうダメだった、もうなんか頑張った日はちょっとチートデーみたいな、いいよ、だからもう今日からまた頑張るから、ね、その分動いてるからね、やっぱライブの日は、だそうそう、だからプラマイゼロ、いいんですいいんです、むしろプラぐらいのね気持ちでやっていきたいと思います。ちょっと増えたかなぐらいでねやらせてもらってますけれどもはいはいはいということで、あのライブリリーベ来てくださった皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ということで早速始めていきましょう。サンドリーオンザレディオスタート。
改めましてサンドリオンの緑担当小山桃代です。オレンジ担当黒木ほのかです。ふい、じゃあちょっとメールいきましょうか。いきましょうか。多分なんかいろんな感想が届いてるんじゃないかと思います。そうね、紹介しましょう。むないさんです。先日のドリステお疲れ様でした。ありがとうございます。ドリステには初めて参加しましたが、ライブパート特典会ともにすごく楽しかったです。ゴーアクションから始まったと思ったらその次に告白星 FAQ という激しい起伏には感情が風邪をひきそうになりました。おかしいよね。最後のネバギバは久々とのことでしたが、聴いていて元気になる曲で最後にぴったりでした。MC は楽屋のようなゆるっとした雰囲気でしたが、それもドリステならではという感じでしょうか。全体を通していつものライブイベントとは少し違った楽しさがあったので今後も参加したいなと思いました。嬉しい、ありがとうございます。ありがとう。そうそう、あのセットリストがね、さっきも言ったけど本当ジェットコースターみたいで、結構なんか楽しい曲の後にバラード、かっこいい曲の後にバラードみたいな、なんかね、ちょっとこういう感じでちょっとね、好きな曲、マネージャーさんの好きな曲を上げて並べたらこんな感じになったっていう、セットリストだった。いつもねセットリストはマネージャーさんが考えてくれたりとか、私たちが提案したりとかもう様々なんですけど、そうなんです、回によって全然違うんですけど、今回はね、若いマネージャーさんが好きな曲を詰め込んでもらって、本当は、あの告白星のところがゾディアックだったんですよ。そう、あのそのマネージャーさんが入れてきたやつが、ただね、もう FAQ と、ゾディアックサインと、ゾディアックサインと、とまあネバーギブアップも明るくて、明るくて結構ね、なんかもうゴツゴツの、あのそう MGM もあったからそうだ、ね、ゾディアック FAQ MGM がズンってなってるとちょっと、重たい、重いかなってなって、ちょっとね、エネルギッシュすぎるかもっていう、でね、ちょっと私はね、ちょっとこれは重いよとか言ってね、すいません、ゾディアックをこうちょっと抜かせていただいて、じゃあ告白星っていうのをダスンって入れさせていただいたっていう、ちょっと裏話だよね、セトリの、そんな感じでやらせていただきまして、はい、お、よし、じゃあ、はい、続きまして、じゃあ、ででん、クッキー食べ太郎からいただきました。ありがとう、もぐ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 。あ、やっぱ食べた。萌ちゃん、ほのけ、こんばんは。こんばん。9月4日に行われたリリースイベントに参加しました。ありがとう。サンドリオの接近イベントは久しぶりだったので、とてもドキドキしました。ハート。イベント前半で行われたトーク&推しカメラ上映会、ほのけが限界オタクになっていたり、もよちゃんの腕が拘束されていたりして、めちゃくちゃ楽しかったです。それも全部私のせいや今回推しカメラというものを初めて知ったのですが、推しの良いお顔をあの画角で集中して見続けられるのっていいですね。ほのけのリアクションも共感しかありませんでした。でしょ。ぜひ全編フルでコメンタリー上映会を開催していただきたく思いました、ブロマイドのお渡し会も皆さんとお話できてとっても幸せな一日でした。それではで、ありがとうございます。ありがとうございます。そう、朝からね、並んでくださって、そうなんです、そう、来てくださった皆様ありがとうございました。感謝です。そう、ちょっとね、ブルーレイが発売されました、8月の末にね。そうなんです、その中の特典で推しカメラっていうね、もう丸々一曲その子しか映ってないっていうアングルの特典がついてるんですけど、それをね、ちょっとワンコーラスだけ、スクリーンに映して、みんなで見たの、みんなで、ね、実況しながら、やったんですけど、私とほのけが隣の席だったんですよ、ね、そう。でなぜかあのこっち側にのほのけがいたんだけど、当日そうちょっと反対だけどね、ずっと私の腕をね、こうだって、いやーいやーみたいな、こうずっとこう、そう、いやー、なんだってもう1曲目にね、みんなで見たのが、もよちゃんの推しカメ FAQ、 そう、FAQ って曲のやつだったんだけど、もうかっこよすぎて嬉しい、もうほんと涙出たもん本当に泣いてた私でもさ、ちょっと全然違う話になっちゃうけどさ、出た、全然違う話する小山桃代さん、全然違う小山なんですけど、はい、その前もう結構叫んだじゃん、あのコメンタリーでも叫んだ、その前に、始まる前に楽屋でも結構炎叫んでて、ごめんってめっちゃおもろかったんだけど、その炎が飲んでたジャスミン茶、そう、ジャスミンティー、ペットボトルで飲んでて、で炎その白いスカート履いてたんですよ、ワンピースみたいなね形で、なぜかね、ちょっと説明してよ、そのそう、こう開けて、で、え、今めっちゃ秋服欲しいわって急にね、秋服の気持ちになって、そう、ちょっと携帯スマホでこう通販を見ながら、いや私このコート買おうと思ってんだよねって、アミの方にこう行ったらドルルルって開けちゃって、そう、服開けて飲もうと思ったんだけど、秋服がね降ってきたから、降ってきちゃったから、そう、お茶のこと忘れちゃった、こっちの、ね、手のね感覚もないんだよね、炎に、結構アミの方にこう行ったから
すごい量こぼれちゃって、でもう会場中だったんですよ。もう控え室ともう会場がもうペラペラ1位みたいな、本当隣接してんのよ。だからもうほのとあみのおたけびがみたいになって、でほのとあみがもう洗面所みたいな、その手を洗うところにわーって出してきて、ビチャビチャビチャみたいな。普通さ、こうトン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 とかでさ、ティッシュでね、こうシミとか取るじゃないですか、うん、なんだけどなぜかアミはその裾持って蛇口にジャーってやったの。でもう会場してるし、もうあと20分とかで始まるよみたいなところで、もうビチョビチョになって炎のスカートがで、いやーみたいな。でマネージャーさんもなんでそんなことするのみたいな、洗わないと、そう、もう洗わないとみたいな、もうアミもこんなんじゃ取れないみたいな、なんかパニックになって、でアスカもあーって言ってそこに入ってって3人でやってた。私は座りながらそれを見てるってまあね、お化粧直しとかしなきゃいけない時間だったからね。うもうね、あの3人いれば大丈夫だろうと思って、いや実際そうだった、一声も出さないそれを見てる。でも珍しいのよ、そういう時にアミちゃんが一番に確かに駆けつけてくれるというか、一番近くにいたからね。そうそうそう、なんかすごい嬉しかった。すごいね、なんかサンドリオンらしい楽屋だった。そう、面白かったの。もうなんかそう、だってちょっと会場は笑い起きてたもんね。ちょっと声聞こえちゃうみたいな。聞こえちゃったんだよ。あれも面白かったね。ごめんなさいね、あれ面白かったよ、本当。えねえやだ、かまいたちさんです。ありがとうございます。サンドリオンフィフスアニバーサリーライブ、うん、ゴーイングアワーウェイブルーレイの発売記念イベント参加しました。推しカメ映像をワンコーラスずつみんなで見ようというイベントで、それぞれの映像に対して盛り上がったり、ここがいいというお話が聞けたり、時折限界な悲鳴が飛び交ったりと、すごく楽しかったです。オーディオコメンタリーでいろんな話を聞けるのが好きなので、うん、配信等での同時視聴会も楽しいですし、うん、イベント中にも話が上がっていましたが、全編上映会のようなイベントもぜひやってほしいなと思います、うん、ちなみに質問なのですが、自分の推しカメ映像で見てほしいところ、うん、あるいは他のメンバーの映像でここが好きという部分ありますか。小山桃代さんのFAQ の、うん、やっぱね、あの萌ちゃんがキリッとした表情、ちょっとなんだろう、もう眉間にシワも寄っちゃう瞬間があるんじゃないっていうぐらい、うん、眉間よね、眉間よ、うん、眉間よ、桃代と眉間よ、眉間の桃代ね、うん、ぐらいのあのなんか強気な表情がとにかくいい。あ、嬉しいわ。やっぱ一緒にパフォーマンスしてると当たり前だけど顔見れないからさ、 あんまり私結構ほのけのこと見るけどね、結構まあね、そう、確かに見なくていいところで見てくるからね、うん、FAQ もね絶対見るとこあるからね。そうだね、一番のところね、うん、っていうのはあるけど、やっぱ歌ってるところはなかなか見る機会がないから、うん、確かに踊ってるしね、そうそう、他の人が歌ってるとこって基本ね、そういう意味ですごい私も興奮しましたね。あ、悲鳴がね出ちゃいましたね。私もいいですか、じゃあ、ね、私は炎の、うん、あのね、これゾディアックサイン、イベント中もちょっと言ったけど、やっぱ炎がね、その日ポニーテールしてるんですよ。ニコ。そう。で、炎の顔面はもう皆さん分かっていると思いますけど、もう超絶整ってるわけね。でもパフォーマンス中の表情管理も最高なの。それにプラスしたもうポニーテールすら息をしている。ポニーテールの揺れすらもう何かをこう凌駕しているみたいな。あれが素晴らしいね。もうそこすらもう命が宿ってるみたいな。そう、生きてんの。そう、どんな瞬間もどんな曲もね、そう、あのね、髪の毛すらもなんかこう照明を味方につけるみたいな。 あれ素晴らしいですね。髪の毛も操っていきたい。そうそう、自分の体の一部としてやっていきたいっていうのは思っているから、あ、よかった、それをちょっと感じてくれてて嬉しい。あ、よかったわ。だから最初はね、まあ、推しの顔とか歌とかに意識して目がいっちゃうと思うんですけど、2週目3週目以降は炎の髪の毛すら見てほしいよね。1週目私の顔で2週目3週目はポニーテなんだ。そう、もう配分おかしくない。いろんなさ、そうそう、いろんなとこ見なきゃいけなくて大変だから、きっとそうだね、そう、何週もしていろんなポイントを見つけてほしいなと、うん、リピート再生ってやつですね、うん、思っておりますので、よろしくお願いします。はい、たくさんのお便りありがとうございました。引き続きサンドリオンメンバーへの質問や相談事など何でも OK なので送ってください。はい、それではここで1曲、サンドリオンでガンサンドーン。
取りオンザレイディオ。きっとそれは怪人のせいに違いない。そう、私が噛んだのも怪人のせい。間違いない。我々音声戦隊サンドリオンがその怪人を倒していくコーナーです。汗汗。じゃあメールを紹介します。コンドルになりたいコンコルドさんからいただきました。ありがとう。皆さんこんばんは。こんばんは。私は俗に言うマヨラーなんですが、最近マヨラードがひどくなり焼き魚やフライ、さらに煮物もマヨネーズをかけて食べてしまいます。周りからはドン引きされるのですが、どうしてもやめられません。きっと怪人の仕業ですよね、ということで。くぅ、煮物はやばい。これは何でもマヨネーズが合うマヨラー怪人の仕業ね。私ラジオ下手になっちゃう。2ヶ月ぶりのラジオ。定期的にやっぱやらせていただけなければいけませんが、今回は私たちが実際にいろんなものにこうマヨネーズをかけて食べて、マヨネーズにほんま合うんかっていうことを試していくことで怪人にダメージを与えるそうです。うれっぴー。ご飯もりもりって感じですね。嬉しいね。ちなみに今回も怪人に最もダメージを与えただろうという人にはオリオンのかけらがもらえます。今日も頑張りましょう。頑張ります。それでは何でもマヨネーズが合うマヨラー怪人とのバトルスタート。実食です。ちょっと待って。やばいやばいやばい。量半端ないよ。もう危ない。なんか焼き魚とか、あとコロッケとか揚げ物、おにぎりもあるし、あとクラッカーとかサキイカとか、あともちろん煮物もあります。煮物やばいって。取り箸とそれぞれに食べる用の箸と、あと消毒と。ありがとう。でもさ、全部合いそうだけどな。あとね、うまい棒とかもある。ごめん、コロッケ食べるわ。合うか分かんないし。いや合わないでしょ、さすがに。そんな油だよ。だってコロッケなんてさ、コロッケ油でさ、マヨも油なんだから合うわけないじゃん。そうだよ、すごい勢いでかけるから。合わないって、さすがに。マヨラーもびっくりよ。さすがに合わないって。ちょっと待って。やばい、食べたい思いが強すぎて。ちょっと待って。落ちちゃった。指の力、何キロ？何？バキー。両方折れとる。まだあります。ほら、まだ箸があります。新品の箸がありますので。こんな時のために。奇跡じゃん。奇跡じゃん。そんなの。涙出ちゃう。どうして？そう、歌詞にしよう。その気持ちを。作詞家黒木が。でも作詞のスタッフはね、合う？そんな、まさか合わないよね。やっぱソースとかケチャップとか、やります。どう？うまー。確かにね、じゃがいもとは合うよね。ポテトサラダっていう商品があるもんね。でもね、やっぱこの衣、が合うよ、ちゃんと。芋もそうだけどさ、じゃあ私ちょっと鶏五目のおにぎりにもう直掛けして、いい。もう箸とか使わずにもうこれにかけるわ。合うわけないじゃん、だって。これで完成してんだから、鶏五目の味が。ね、こうちょっと、じゃあ虹のようにこう架け橋となっていただいて、おにぎりとマヨネーズの架け橋をかけさせていただきます。うまい。うまいわ。そうだよね。ちょっとうまいわ。うまい棒いこっか。あ、なんかいいわ、この鶏五目のなんか味の深さにマヨネーズのコクがしっかり。それ2の開け方すな。4等分になる。2の開け方12等分ぐらいになったかも。うま、私の力が強すぎて。あ、
ちょっと待って。合うわけないじゃん、そんな野菜サラダ味のうまい棒に。ね、サラミも用意してくれてんのよ、うん、全然割れてない、どうして。どう、ちょっと待って、いやちょっと諦めるわ普通にね、普通にね、うん、うん、こういくわ。あ、確かに食べやすい、その方が。ドル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 いくね、結構検証ですからね、結構いくね。どう、合うわけないのよそんな、お菓子だよ、だって言うて。食ってみ飛ぶ、飛ぶぞジャンプ飛ぶ。え、めっちゃ美味しいんだけど。マジで、うん、本当に割れてない、あんなにボキボキ言ってたのに音だけだわ。いやマジで美味しいこれ。ちょっとじゃあ最後さ、2人でこれいこうよ。いけるんだ、お菓子すら、うん、マヨネーズっていけるんだ。じゃあ最後お便りにもあったように、うん、煮物合う。一番合わないのってやっぱこんにゃくかな。ガンモか、うん、げんなりしてんじゃんじゃあ自分椎茸いくわ。椎茸、あ、でも椎茸は合うかも。え、ほんと、結構いくね。え、いや、うんうん、そう、うん、同じぐらいよねえ。じゃあ鳥箸ガンモいきます。はい、いただきます。合うわけないじゃん、もうしみしみだよ汁が。いや、ちょっときついんじゃないの、きついんじゃない。これはちょっと、ついにこれはかけなくたっていいよねって感じはする。じゃあちょっと結構かけた椎茸に、うん、うわ結構いきましたよ。いただきます。ドキ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 あ、変な顔してる。うん、どうです。あのやっぱ椎茸とかって、うん、すごい味が染みてるわけですよ、うん、もうね口の中でもう煮物とマヨネーズって分かれる、しっかり、うん、もう戦いがね、一緒にならない。もう何でもマヨネーズが合うマヨラー怪人は無事にオリオンのかけらへと変わったわサイズ感が一緒、ほんとだ、かわいい、かわいい、ミニチュアみたいですね。ぜひどうぞ飲んでくださいよ。いいんですか、お久しぶりの倒しました、うん、いってきます。いってらっしゃい。それをつまみにこれをあー、これすらマヨネーズに合うかもおいしいおいしい今日は何味かな、これなんだ見たことない、キウイ、あ、キウイだわ、何あれ、うん、うん、体に良さそう、キウイドリンク、美味しい、倒した、嬉しい嬉しい。ということでこんな感じでリスナーの皆さんから困っていることを募集しております。それは怪人の仕業かもしれません。以上、音声戦隊サンドリオンのコーナーでした。サンドリオンザレディオ、飛ばさないで、消さないで、最後まで聞いてほしいんだ、ただ4分間だけの奇跡。お送りしてきましたサンドリオンザレイディは、そろそろエンディングのお時間です。番組ではリスナーの皆さんから私たちサンドリオンへのメッセージ、各コーナー宛てのメッセージなどお待ちしております。宛先はおはがきの場合、郵便番号 105-8000 に文化放送超 A&G プラスサンドリオンザレイディオまで。メールの場合はすべて小文字で3じゃないわ、 son@joqr.net son@joqr.net です。損です、損また番組ツイッターで私たちの写真もアップされますので、ぜひフォローしてください、はい、そして番組のアーカイブが毎週金曜17時に YouTube の文化放送 A&G チャンネルにアップされますので、もう一度アーカイブでも楽しんでください。そしてサンドリオンからお知らせでございます、サンドリオンフィフスアニバーサリーライブ Going Our Way のブルーレイが現在発売中です。こちらにありますよ。で、この発売を記念して
オンラインサイン会が、うん、あります。ない、今回はジャケット、本当にここにサインをさせていただきます、はい。メンバー分かれておりまして、9月20日火曜日の20時からが、アミちゃんと私、はい、そして翌日9月21日水曜日の20時からが、うん、もよちゃん、アスカのペアとなっております、はい、申し込み始まってますのでチェックしてください。お願いします。さらにサンドリオンの次回イベント、そしてワンマンライブが10月8日土曜日山のホールで開催されます。もうすぐ。サンドリオンハロウィンパーティーのチケットはお見送り付き。こちらがなんかちょっとイベントって感じだよね、うん、ハロウィンパーティー。そしてその同日の夜にサンドリオンチアフルライブ LLL ワンマンライブが開催されますよ。一般チケットの販売がもしかしたら近々あるかもなので、うん、ぜひね、あのツイッターとかチェックして待っててください。ぜひね、サンドリオンのライブに参加したことないよという方も、うん、この機会にラジオだけしか見たことないよって方も遊びに来ていただけたら嬉しいなと思いますので、よろしくお願いします、はい、そしてですね、そのワンマンライブの中で、うん、着ようじゃないかと思っている衣装がですね、エルタマさんという、あのサイトかな、うん、がありまして、そちらのエルタマさんが企画をしてくださって、皆様からのご支援で私たちの衣装を作ろうという企画が現在進行中でございます。そうなんです。こちら9月25日までになってるんですけれども、うん、皆様からのお気持ちで私たちの衣装がワンマンライブで新衣装ができるという、そうで、申し込んでいただいた方には、うん、あの申し込んでいただいた方限定のお礼の動画が送られてきたりだとか、うん、そのね、申し込む時になんかメッセージをね送れるんですけど、はい、そのメッセージ私たちのワンマンの楽屋にバッと貼り出されて、私たちがね見て、よっしゃライブ頑張るぞみたいな感じに、ね、なりますので、ぜひね、あのサイトの方チェックしていただいて、少しでもいいのであのお力添えいただけたらと思います、ね、よろしくお願いいたします。お願いいたします、はい、その他サンドリオンに関する全ての情報はサンドリオン公式ツイッターをご確認ください、はい、ということでもうエンディングでございます。早いね。お腹いっぱいになってきちゃった、うん、よかったね、ほんと今日私たち特、うん、超特企画だって。そうだね、しかも私たちって表情うるさいから、うん、なんか伝わってるよねきっと、うん、っマヨが美味しいっていうのも、うん、いい回でございました、はい、で次回も私たち2人がパーソナリティを担当させていただきます、はい、よろしくね、お願いします。それでは今回はこのあたりでお別れです。お相手はサンドリオンでした。バイバイ。マヨチュチュ。私の歌は冬の空に浮かぶ、あの名もなき小さな星に似ていた、暗闇の中たくさんの